おーい、めぐみん、いるか？夕飯の買い出しに行くから留守番を。へぇ。我がバックリスマホの前に、倒せぬ敵など。寝てる。そしてこいつ、夢の中でまで爆裂魔法をぶっ放すのか。身震いして、仕方ないな。風邪ひかれても看病が面倒だし、毛布ぐらいかけてやるよ。あー、取り込んだ洗濯物もそのまんまじゃねえか。さっさと畳まないと、洗濯物にシワがつくぞ。クズマこいつ夢の中でまで俺のことをクズマと優しくしてやってるのにこの仕打ち俺だってこの爆裂魔法バカのせいで迷惑かけられてるってのにおーいめぐみんめぐみんさーんはい起きないなら日頃の鬱憤を晴らすために顔に落書きとかいたずらしちゃいますよ。起きない。よし、今の運を肯定と受け取ろう。日頃だけではなく、夢の中までクズマだのカスマだの言いやがって。さて、どんないたずらを。ちょっとめぐみ、いるかしら。潜伏。なんだ、寝ちゃってるのね。アクアか、なんとタイミングの悪いやつめ。ん？今、洗濯物の山が動いたような気がしたけど。なんだ、チョムスケか。メグミンってば、当分起きそうにないわね。一緒にゲームをやろうと思ったんだけど、仕方ない。ダクネスが帰ってきたら遊んでもらおうっと。この巣場行ったようだな。あー、危ない危ない。洗濯物の山に助けられたの。お、これはなんてことだ。スティールを使ってないのにお宝をパンツを引き当ててしまったと、いかんいかん。これを喜ぶなんて変態じゃないか。あくまで洗濯物の山に飛び込んだ時の不可抗力、俺に非はない。そう、あくまで偶然だ。しかし、偶然手に入れたこいつはどうするのがいいんだ？持ち帰って宝箱に入れるってのはやりすぎだし、しかし、今のうちに堪能するのも少々変態だよな。で、浮かれるのはこの辺にしとくか。またあのダメ神が戻ってくるとも限らない。めぐみんの部屋でパンツ持ってる姿を見られたらロリ認定どころじゃ。おい、誰がロリだか詳しく教えてもらおうか。めぐみん、お前いつから目を覚ましてた？何を慌てふためいているのですか？何かやましいことでもあるのでしょうか？別にやましいことなんて何もしてねえし。そうですか。ところで、今背中に隠したものを見せてもらっていいですか？何のことだよ。俺にはさっぱりわかりません。おい、めぐみ、そんなに目を赤く輝かせて一体何しようって気だよ。いいえ、その腐り切った根性を叩き直してあげようかと思いまして。人のパンツを大喜びで高く掲げておいて、その上白を切るとは、やはりカズマは見下げたクズですね。くそー、測りやがったな。さあ選んでください。爆裂魔法の餌食になるか、アクアやダクネスに言いふらしてカスマと認定されるか、どちらが。すみませんでした。言い終わるより先に額を床につけるその対応は見事と褒めておきましょう。ですが、私のことをロリ呼ばわりした罪は償ってもらいます。アクア、助けて、変態が私の部屋に。え、
ちょっとクズニート、まためぐみにちょっかいかけてるの？違う、誤解だ。誤解って、じゃあその手に持ってるパンツは何よ。謝罪でなく言い逃れしようなんて最低ね。最低どころかゲスの極みですよ。後でダクネスにも伝えておきましょう。ああ、結局こうなるのか。このスバ